が見てたサービスなんですよ、うん、服のレンタルをしてるんです、うん、いいね。コレコさんによってファッションで抱えてるストレスがだいぶ軽減されると思うんだな、うんうん。実はですね、動画の最後に結構お得な情報あります。なんか聞いたけど、こうパッと飛ばした人にはもう出てこないらしい。どうも、吉井です。金目人です。お願いします。 PR! 前向きに捉えてほしいんです、うん、僕たちその生意気ながら、はいはい、ちょくちょく来るやん。ヘボ YouTuber としても、はいはい、2万3000人ぐらいですか、はいはいはい、にしては俺来る方やと思うねんな、はい、もう正直何十件も来てる来てるよな。で、たまにさ、共通のインスタとか見たらさ、はいはいはい、なんか こちらの商品プレゼントします、うんうん、おいくら、はい、プラスおいくらでこれ宣伝してくださいみたいな、はいはい、あります、ね、結構バーってあるやんか、はい、目くらんだら全部バーっていけるわけ。今回実はですね、僕が見てたサービスなんですよ、うんうんうん、あ、こんなんあんねん、おもろいなみたいな、うんうんうん、なんやったら勝手にここで話そうかなって思ってたぐらいのレベルまで行ってたら、はいはい、たまたまここの会社の人がメッセージ来まして、うんうんうん、こういうことやってます、 PR よろしければいいですかみたいな話になって、はい、やるやると初めて合致した、うんうんうん、それがですね、コレコ。いやー、コレコさんはですね、はい、た僕たちが好きなドメスブランドを中心に服のレンタルをしてるんですね、はいはい、でプラスレンタルから、購入できたりする、うん、みたいなサービスなんですけども、大陸、ヨーク、グラフペーパーで、オーラリー、ニードルス、シュタインもあります、スタジオニコルソンもある、カラーで、マルニもある。この幅の広さ、なんか最初んって思ってたんよ、はいはい、物の質とか、はい、ちゃんとクリーニングしてんのみたいなことを調べていったら、うんうんうん、結構ちゃんとされてるというか、うんうん、クリーニングしっかりしてるし、梱包とかもなくなってるみたいな話を聞いたんで、で担当者の方を今日呼んで喋ろうかという回でございます。まずコレコがどういう会社なのか、はい、これも説明していただきたいと思います。というわけでコレコの会に来ていただいてるんです、はい、じゃあ僕変わっていいですか。ちょっと一回平田さんでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、平田さん、はい、はるばるありがとうございます。コレコっていうのが洋服のレンタル会社をやっておりまして、うん、結構いろんなブランドあるんですけど、うん、従来のアマゾンプライムさんだったら、そのアマゾンプライムというサービスに課金をしていただいて、うん、その中でこの作品いっぱい全部見れるよみたいなサービスなんですけども、うん、コレコはちょっと違くて、うん、洋服1着ずつのレンタルができる会社でございまして、うん、商品ごとのレンタルなんで、うん、いろんな使い方ができるサービスかなと思っております、うん、これ実際ずっとレンタルしてたら買えたりもするんですよね。そうですね、月額プランなんで、はい、1ヶ月何円かかってくるんですけど、これ6ヶ月払っていただいたらもうそのままレンタルしている人のものになるっていう。だから実際、分割で6回払ってるみたいなもんってことですね。分割6回払いみたいな感覚で、うん、そうですよね。で1ヶ月目で、あ、もうめっちゃええわ、もう買うってなったら1ヶ月目に払った代金が引かれるんですよね。おっしゃる通り、そうです。これが結構でかいですよね。でかいよな。で僕はこのサービス向いてんのが、もう数ヶ月しか着ないアイテム、はい、それこそレンタルすべきだと。いや、僕は特にカナメクトにめちゃくちゃ思う。なんでですか、俺ですか。カナメクトはね、年間 3,4 ヶ月しか着ひん、はい、ゴツゴツコート毎年買ってる。毎年ですか。毎年買ってる。それはまだしょうがないんですよ。冬って同じ服装ばっかりになっちゃうんですよね、うんうん、はい。でも冬の服装を変えるためにはコートを頑張って毎回買うしかないっていう。僕はそれに巻き込まれる。例えばコートだけじゃなくて、半袖シャツ、はい、よく僕とカナメクトがもうめちゃくちゃ悩む半袖シャツ、うん、あーちょっとね、着る期間が一番ね短いですからね。だって2ヶ月っすよ、半袖シャツ。そうですよね。2ヶ月のために5万はきついよな、うん、そうなんです。ちなみに借りてるじゃないですか。はい、汚したらどうなるんですか。汚したら基本的な日常の汚れとかは何もプラス料金取ってないです。え、じゃあミートパスタミーパスがビャンって白いシャツに来たらどうします。そうですね、
状況にもよるんですけど、まあ、一応状況をお聞きして、そういったユーザーさんもいらっしゃったんですけど、そこ状況をお聞きして、もうこちらでもう料金いらないですっていう場合も。レンタルしてみたんですよ。ありがとうございます。一回ちょっとレビューしましょう。交代こういうのに届きましたね。普通の段ボールじゃなくて、はいはいはい、コレコさんの段ボールで来ました。はいはいはい、このまま返せるらしいです。来たら、このままこの箱にもう一回戻して、コンビニ持っていくだけらしいです。ガム手とかはどうするんですか。はあ、天気予報だからガム手とかも用意せず、このシールをここのところにベザッと貼ればいけんのね。で返せる。あ、それ楽やね。で、この着払いのこれもコンビニで貼るんでしょうね。あ、まあ、住所はベザッと貼って、これは入ってたんですか。これは、オーラリー、あ、オーラリーの特徴を書いてるんですね。あー、これはそうです。ブランドさんのファンになっていただきたいということ、そのブランドのストーリーを書くことで、そのブランドのことをより知っていただけるかなと思って同封しております、うん、はいはい、オーラリー借りたい。僕オーラリーなんで、ちょっとオーラリーのアイテムはどれも生地の持つ魅力が凝縮しています、うん、しかし人が着ることで初めて生地の持つ魅力が表情となって現れる。これなんですよ、理由は。着ることで初めて生地の持つ魅力が表情となって現れるんですと。これ僕そう思ってたんですよ。でそうだったら買わないと分かんないから。なるほど。だからでもオーラリーも値段もね、安くないですから、試すのに買うのもなと思ってたんで。そうね、オーラリーって素材いいもんな。そうなんです。着やすいしな。僕はその作戦で、あ、だから吉井さんは何回かオーラリー着たことあるけど、僕はない、うん、なるほどね。もう一点は、ラキネスです。だからラキネスもまあそれに近いというか、リグル、ちょっと初めてでまあまあの値段するシャツとか買うのがあれなんで、うん、うわ、好きそうやわ。もう分かるわ。だ本当にシンプルで、うん、めちゃくちゃシンプル。はい。だってカラメ君はさ、結構体が大きいから、うん、はいはい、サイズ調べも結構重要やもんな、シャツなんか。肩幅が僕特に結構あるから、うんうん、実際それがね、着てみないとっていうのがあるんで、うん、私はね、国旗。これこそ好きじゃないですか、国旗のカーディガン。これね、俺はもうサイズ感がまず分からんかったんよ。うんうんうん、で、あ、どうなんやろうなっていうのと、はいはいはい、あと値段が結構、そうなんですよね、結構だから国旗の話は結構吉井さんね、ちょこちょこしてますけどね、値段がちょっとあれだから。で今めちゃくちゃ注目されてるから、うんうんうん、まあなかなか手に入りづらいっていうのもあるし、はいはいはい、どう、これはなんか何回かどうだあるじゃないか、あらが何回かね、これはレンタルされたやつらしい。あ、好きそうやわ。好きそうやな。好きじゃないですか、僕。好きそうやわ。え、でもめちゃくちゃ綺麗ですけどね。あ、そう、毛玉とかはどんな感じ。なくないです、全然ないです。いや、そこじゃないから。このここやから、裏やから。裏のケツのとこ。あ、綺麗。処理してるわ。はい、いいね。あ、カナメ君も持ってるやん。はい、持ってるぐらい。意外とこの水色のシャツって持ってないんで、マジでちょうどスーパージャストやね。サイズもめちゃくちゃいいっす。いいね。で、後ろの身頃がこう長くなってるっていう。え、ここのブランドって言っても持ってない。持ってないんすよ。ずっと気になってはいたんですけど、ラキネスは めっちゃ似合うんじゃない。俺は国旗の代わり。はいはいはい。着てそうやけど。着てそうです、うん、って思ってる。いいな、普通にいいっすね。いいよな。このシャツ自体は、35,200円って書いてあるんですよ。うんうん、でも1ヶ月だったら7120円です。だから7120円でこの1ヶ月むっちゃ着れると思ったら、なるほどね、結構なんか、はい、いいので。正直さ、このシャツやったら誰かの結婚式の二次会とかで中に欲しいってなったら、例えばちょっとしたブランド品を一発3万とか、うんうんうん、まあ、抑えて1万8000円で買うよりは、うんうんうん、これ7000円で借りた方が俺いいと思うな、うん。でそのイベント以外もめっちゃ着る。そう、1ヶ月ぐらい着て、うん、で欲しかったらもうすぐ買う。これ結構するんじゃないですか。79,200円。8万。おお、8万。まあ確かにそれを8万ポンって買うってね、結構あれですからね。いやー、結構な大冒険よ、はい、で俺15,190円毎月、うん、1日あたり約506円って、もうマジ一緒の、俺と一緒のことやってる。吉井さんと同じことやってる。あ、めっちゃいいっすわ、ね、着て分かる素材の良さ。はい、あ、そう、だからみんなオラリー買うのか。いや、なんかこれ中 T シャツだから、うん、素肌にこのニット触れまくってるんですよ。軽くない、全然サイズ感もいいな。これがだから、このニットは商品自体が63,800円。うわ、
まあ、それポンといけないですからね。行かれへんね、これは。カシミヤ 100% なんで。カシミヤ 100%。そのくらい。そうですよね。はい、で、これが1ヶ月だと 12,370 円です。そうです。はい。でも僕はこの1ヶ月でもう判断します。だからカシミヤって考えたらさ、もう冬場の、言ったら局地的に使えるやんか。ああ、そうですね。はい、10月とかちょっと、ちょっと暑いやんか。だからその感じが、その生地が長時間着た時に、その気持ち悪くないかとか、チクチクしないかとか、あと長時間着てあったかいかどうかっていうのが、ちょっと店じゃ絶対わかんないから、ちょっとこの1ヶ月僕はこれ、めっちゃ来て、で判断できますね。新着とかその何の服が借りれるかとか、新しい服が入ったら全部ストーリーに上がってるじゃないですか、うんうんうん、それ結構チェックしてるって感じですね。だから今さっき見たらダイリックのちょっと、あ、これプレネついてるロンティーやみたいな、うん、言った二次流通でも結構完売してるような商品があったりしたから、そことかはあるうちにもう買っちゃえばお得やけど、うんうんうん、普通に発信してるファッション情報も、あ、そうだそうだね、あの参考になるというか、うんうん、あ、ここが今やっぱ重要あんねんやって、やっぱこういうサービスやってる人ならではの目線があるから、うん、先取りはできるよね。対策としては、うん、デート、結婚式の二次会とか、うん、勝負服を、これこから選んでレンタルしとけば費用が抑えられる、うん、ちょっと1ヶ月ぐらい借りて新しいブランドを1回触ってみるっていう体験、うんうん、新規開拓にはいいですね、うん、気になってるブランドを1回触ってみる、うん、あとセレクトショップで S しかなくてこれの M どんな感じやろうとかってなったら1回こっちで借りてみて、うんうん、あ、やっぱいいやんで買ってもいいと思うし、うん、やっぱ S の方が良かったで S 買ってもいいと思うし、コレコさんによってファッションで抱えてるストレスがだいぶ軽減されると思うんだよな。サイズ感このブランド大きいって聞いてるぞ、はい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 、あ、でもどこのセレクトショップ行ったらいいか分からへんとか、うんうんうん、で行ったら行ったでないみたいな、うんうんうん、タイムイズマネーやから時間もかかるしお金もかかるんやったら一回コレコさんで、あ、まあ4000円で一回勉強するか、うん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 、4000円で一回借りてみて、で4000払うだけじゃなくて1ヶ月間切れまくれるから、うんうんうん、ファッションで抱えてる悩みの解決場としてコレコを使ってみてはいかがでしょうか、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。クーポンあんねんて。はい、俺それ言ってへんかってん。言ってください。吉井さんが言ったんすか、クーポンって。クーポンとかないんすかって聞いたらいや、ありますよっつって絶対言わなあかんねん。だって、1000円引き、友達紹介で1000円引きでしょ。そうです。だってさっきのじゃロンティ4900円のが3900円でレンタルできんねん。このサービス平瀬さんが言うにはめちゃくちゃリピーター多いねんて。ああ、なるほどなるほど。一回気に入ってこのシステム使ったらめっちゃええんで何年、うんうんうん、それ言ってないねん。もったいない。これを見てるということは最後まで見てくれたということですね。それではいきましょう。吉井かなめくとクーポンです。どうぞ。ここに、あ、飛ばしましたよね、あなた。あなた動画飛ばしましたね。そっか、飛ばしてこれ見てる人もいるかもしれない。飛ばせしものは偽クーポンです。ちゃんと見た人のみのクーポンになってますので、お願いします。